ごきげんよう、男バナです。さあ今回はゲームね、フードファイタークリッカー。いやめっちゃ速え、食うスピードとんでもないな。まあ今までね、人間の食い物から巨人の食い物をね、いろいろ食ってきたんだけど、宝石とかもね貯めてきたんで、早速ガチャっていこうと思います。ちなみに今タンジャリまでやってきたね。まあこのみかんなんだけど、一粒一粒がでっかいんだよね。こんなんね、もうすべて絞り取ったらみかん風呂できちゃうよ。みかん風呂やろうよ。じゃあこの 0.1% の VV をね狙っていこう。さあ VV 来い、どんどんやっていきましょう。お、ここで VV 来ました。さあ VV はなんかチャイナドレスみたいな感じだね。さあこれはどれぐらいの食うスピードになったか。あ、口にいっぱい入るようになったね。いやもう異次元レベル。ただ一口じゃないのか、まだ一粒を一口で食えないんだね。ちょっと顔のね、髪型の方もガチャっていきましょう。さあこれでコンバインしていくと VV2 個溜まったね。もうチャイナヘアチャイナヘアになったね。さあ一粒を一口で食えるようになりました。タンジェリンチャレンジやっていこうと思います。いくぞ。さあいけるか。一粒ずつちぎって食っていって、これがやっぱねみかんの食い方だからね。そろそろ口の中がいっぱいに、一旦水で流し込んで。いいぞいいぞ。残りはクソとおならのみ。さあ、また口の中に溜め込んでね。ここはゆっくり。さあ来るよ、そろそろ。口の中からお腹に入れ込んで。よーし。もうこのね、みかんがクソになるってどういう仕組みになってんの、このお腹の中ね。そろそろでも来るよ。来た。さあ一旦トイレに駆け込んで、すべてのクソを出し切りましょう。いい音。さあ、残り1個。これいけるぞ。さあ、頑張れ。さあ、噛み砕いて。やりました。ついに成功した。さあ、次の食い物は、マコロン。何このマコロンって。マカロンじゃなくて、マコロンね。名前がちょっと可愛いな。巨人界ではこう呼ばれてんのかな、マコロン。じゃあまずは、タンジェリンをすべて食って、出た、またでっかいな、マコロン。こんなん、砂糖の塊。こんなん食うんだね、砂糖の塊。健康的に大丈夫なのかな、まあ大丈夫か。今までいろいろ食ってきたしね。食ったもんすべてがクソになるからね、問題はない。じゃあついでにね、宝石も全部使い切ろうと思います。さあ、行くぞ。残り3000。ガチャっていこう。さあ、あれだけ貯めた宝石がもう61個使い切りました。一応装備はテーブル以外はね、VV になりました。残りテーブル V1 個で VV 作れるんだけどね。まあ、ここもね、地道に今度は貯めてゲットしちゃおうと思います。それでは、マコロンチャレンジやっていこう。さあ、いけるか、マコロン。食っていって、早いな、溜まるスピード。マコロン、無理でした。マジマコロン。ごめん、今のはなかったことにして。それではね、とりあえず、今日ね、ここら辺、この辺で終わりたいと思います。またね、宝石溜まったら、やっていこうと思います。それじゃね。最近マコロン。ごめん、今のはなかったことにして。ごきげんよう、男ぷのです。さあ、今回よりもね、フードファイタークリッカー。続きをね、やっていこうと思います。見てこのマコロン。この食うスピード。まあ、実はね、毎日コツコツやってました。やらない日はないくらいね、もう毎日やってました。毎日ね、このクーポンコード。これ、広告見るとね、宝石1000もらえるんでね。毎日1000もらいながら、あとはね、
出席報酬84日目になりました。やっぱこういったゲームってね、毎日コツコツやるのが大切だからね。もうコツコツやってました。という子ね、このマコロンね、まださすがにね、チャレンジ無理だと思うんで、一旦ね、ちょっとガチャっていこうと思います。一応装備はね、全部 VV にしました。次狙うは X。 さあ今回もどんどんガチャっていこう。さあ X 来い。よし、ここで VV 来たね。そろそろコンバインで作れるかな。だいぶ溜まってんね。よし、コンバインしていって、さて、おお、 VV 来た。さあ、ついに、この、角の生えた X、作ります。来ました。もはや、エイリアン。人間超えたぞ、ついにここで。見た目の人間超えたぞ。耳どうなってんの？耳4つあるんだけど。僕のアイコンと一緒だな、耳4つあるって。じゃあ、ついでに、服装もね、X 狙っていこう。さあ、どんどんやるよ、もう。よし、作れそうだね。X の服装来ました。いや、シュレック。見た目がシュレックになったね。そして、空スピード半端ないな。もう、超次元レベル。よし、ゲップ似合うね。それでは、マコロンチャレンジ、やっていこうと思います。さあ、行くぞ。この進化した姿、これならいけるはずだ。さあ、食って食って。もう一口で食えちゃうね、マコロン。よしよし、一つかみを一口でね。いやー、地味に大変なんだよね、これ。よし、あとは水で流して。さあ、成功しました。よっしゃ。ようやく超えた。まだ余裕そうな顔つきだね。いけるぞ、次の食いもんも。次は、フライドポテト。巨大フライドポテトね。よっしゃ、食ってきましょう。さて、これまたでっけーなー。あ、でも一口で意外と食えんのね。一本一口で。なんか喉詰まりそうだね。大丈夫か？よし。たい焼き出しとこう。じゃあ残りのね、宝石も使っちゃおう。じゃあ、チェアガチャ。ガチャっていこうと思います。さあ、行くぞ。宝石使い切りました。もうお金のこの桁がね、一緒っていうね。コーンの次の桁がまた一緒のコーンっていうね。よし、まあ、とりあえずね、装備は全部 X になりました。じゃあ一旦お腹の中の全てをね、なくして。これでフライドポテトチャレンジいけるかな？やる気のある画廊になったぞ。さあ、やっていこう。チャレンジ。さと。一本ずつ食っていって。大丈夫。ポテトはもはや食う飲み物だからね。ポテトは飲んで、ね、お腹に入れていこう。そして水で流し込んで、よいよ。口の中に全て入れたら水で流し込んで。さあ、これも、なんだかんだいけちゃうか？これクソせずいけそうだね。さあ、あとは噛み込んで、オッケー。フライドポテトも成功しました。さすがの大食いくんもこの表情。限界来てんのかな？一旦まあクソしとこう。よし。腹の中結構溜まってんね。いや、腹の中、いや、もうデブってきてる。今までガリだったのにね。ちょっと太ってきたね。さあ次はね、焼き鳥。ポテトを一旦食っていって。焼き鳥来たね。でかいでかい。一つずつ取りながら食うんだね。ま、さすがに棒ごと食っちゃうと、なんか突き刺さりそうだしね。ま、その食い方が正解だよ。よし、じゃあ一旦試しにね、一旦広告見てきて、すべての能力を2倍にしました。試しなんだけど、ちょっとこれでね、やってみようと思います。お金もちょっと黙ってきたからね、お金をちょっと使い切っちゃおう。それでは焼き鳥チャレンジやっていこうと思います。いくぞ。さあ、食って。とりあえず一口二口。やばい、水で。さあ、流し込んで。やっぱお腹の溜まるスピード早いな。
さあ、食って。で、口の中のものをまずお腹に入れてね。さあ、いけるか？頑張ればいけそうだけどね。よし、そうして、よ。出し切って。耳から出さないの？うんこは。耳からクソは出さないのかな？出そうな感じするよね、なんか。残り時間も半分切った。頑張れ。やばい。叩いて、叩いて。ゲップ出ろ。よし、ゲップ出た。よし、出た。あと、おならもして。いいよ。すべての能力出し切ったぞ。間に合うかな？さあ、いよいよ、口の中入れて。さあ、もう、クソも使えない。頑張れ、いいよ。残り時間が、間に合え。ダメだ。残り2本だったかな。もうちょいでいけそうだね。今日はね、たくさんの食べ物を食べました。死にそうな顔。ここでまあいろいろね、実績見ていくんだけど、まあガチャった回数もね、もう少しで3万回。広告見た回数ももう少しで3000回いくね。やばいな。プレイ時間も、192時間。まあ、次回ね、200時間超えるね。でも、やばすぎて草。どんだけやんの草。これがうんこにしか見えなくて草。ということで、すべてにおいて草でした。じゃあね。